では、1分間でどれくらいの数が得られるか、性能をチェックしてみましょう。こんにちは、NJF です。木をてらわないマインクラフト実況をやっていきます。今回は、ネザーにビーコンを設置して、玄武岩製造機を作ります。まずは、念のためにスポーン設定しておきましょう。ここは、以前フロックライトトラップを作った砦の遺跡です。上に登りたいので、外に出ます。ガストがいますね。ヨルガンコの上で倒すと、アイテムが燃えてしまうのが残念です。それはそれとして、以前設置したはしごを使って上に登ります。このタイプの砦の遺跡は、他のワールドで拠点に改装したことがあるので、構造はよく知っています。この謎の溶岩プールあたりが中心になるので、この下にビーコンを設置しましょう。ビーコンの軌道の邪魔になるブロックを取り除くため、足場で上に登ります。ビーコンは岩盤以外の不透過ブロックが上にあると起動しません。ネザーの天井はこのようにネザーラックに覆われ、さらにその上に岩盤があります。ネザーラックがあるとビーコンが起動できないので、まずは岩盤までたどり着かなければなりません。意外とネザーラックの層が分厚いです。ようやく岩盤ですね。岩盤はある程度ランダムに生成されるので、岩盤の上にネザーラックがあるかもしれません。そうなっていなさそうな、なるべく天井の高い場所を探します。まだまだ上がありそうですね。岩盤が一番高くなっている場所はデバッグ情報を使っても探せます。しかし中にはデバッグ情報を攻略でなるべく使いたくない人もいると思うので、今回は座標などは使わずにビーコンを起動します。岩盤と岩盤の間にネザーラックがよく挟まっているのがわかりますね。この辺りが一番高そうです。そこに 3×3 の最小サイズのピラミッドでビーコンを起動してみます。これでビーコンを起動できる場所が分かりました。ではビーコンは片付けて下に掘っていきましょう。落ちるとまた上がってこないといけないので慎重に掘ります。ここから砂や砂利など落下するブロックを落とします。溶岩に沈んでしまいましたね。もう少し落としておきますか。これでこの砂の場所にビーコンを設置すればよいわけです。ビーコンピラミッドの設置方法はオーバーワールドと同じです。ただし開けた場所だとガストに攻撃されるかもしれないので注意してください。ここはすぐそばが壁ですし、あまり問題ないでしょう。採掘速度を上げてビーコンの設置は完了です。ネザーでビーコンを使うのは手順を知っていれば簡単です。今回砦の遺跡にビーコンを設置したのは玄武岩製造機を作る以外にもう一つ理由があります。それはブラックストーンレンガを集めるためです。砦の遺跡にあるほとんどのブロックはビーコンと効率強化のつるはしで即時採掘になります。そのためブラックストーンレンガ、ひび割れたブラックストーンレンガなどが量産できます。これらは深層岩の登場により以前よりは使わなくなりました。とはいえネザーでの建築ではまだまだ活躍してくれるので今回集めておきます。ひとまずラージチェスト1箱分集めたので十分でしょう。では玄武岩製造機を作る前に玄武岩の生成について簡単にご説明しましょう。玄武岩は下にソイルソイル、上か横に成氷がある場所に溶岩が流れると生成されます。水と溶岩で丸石ができるようなものですね。しかし丸石と違って水を使わないのでネザーでも使えます。ネザーでは溶岩が早く流れるので製造機を作ると非常に効率が上がります。同じ仕組みなら時間あたりに得られる玄武岩の数は
ほぼ倍になると思ってよいでしょう。生成される速度が全く違いますね。これがわざわざネザーにビーコンを設置して玄武岩製造機を作る理由です。ではブラックストーンレンガの採掘跡地に作っていきましょう。作り方は概要欄の参考ページのものとほぼ同じですが、チェストを2つ置くのだけが違います。ネザーに設置すると効率が良すぎてホッパーが詰まりやすいからです。ホッパーの上に線路を敷いたらホッパー付きトロッコを走らせます。多めに走らせると早く回収できるのではと試してみたら、溶岩湖へと吹き飛んでしまいました。そういえばそんなバグもありましたね。というわけでホッパー付きトロッコは6台前後がおすすめです。トロッコを置いたら上にソウルソイルを設置します。1ブロック開けてその上に製氷を置きます。周りを囲んだら溶岩を流します。これで玄武岩が生成されるはずです。事故防止のため溶岩の上に蓋をして採掘しやすいように足場を設置して完成です。使うときはこのように左右に往復しながらつるはしで採掘します。では1分間でどれくらいの数が得られるか性能をチェックしてみましょう。チェストの中はちゃんと空になっていますね。もっといろいろと工夫してさらに効率は上げられるかもしれませんが、多分通常はあまり意味がないでしょう。というのも現状でも効率が良すぎて玄武岩が使い切れなくなるからです。さて1分経ちました。少し飛び散ったものもありますね。チェストを増やしたおかげで詰まらずほぼリアルタイムで回収されています。反対側はどうでしょう。こちらも問題なく回収されていますね。1分で586個になりました。6分でラージチェスト1箱以上になります。バグもレッドストーン回路も全く使わないコンパクトな装置でこの効率です。その後数分稼働させてラージチェスト1箱分の玄武岩を手に入れました。個人的にはバグなどのチートを使わない建材を作る装置としては玄武岩製造機が最強だと思います。あまりに効率が良すぎて大抵作って5分か10分で役割を終えるほどです。次回はこの玄武岩を使って何か作る予定です。ではご視聴ありがとうございました。